ボンボン研究所、あつとちゅうちです。こんにちは、えっちゃんです。今回はですね、撥水の実験をやりたいと思います。まあ水を弾く実験だね、うん、海外大体すごいものを見つけました。こちらでございます、ウルトラエバードライ。これはですね、撥水スプレーなんですが、超強力ということで、こっちがスプレーした紙、こっちがスプレーしていない紙、はい、水を流してどれだけ撥水できるかちょっと実験していきたいと思います。青色の水を、まあ、流していくので、その違いを見てみましょう。いきますよ、3、2、1、ファイヤー。一切、うわすごいねそれね。あら、あら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 、あー、これすげえわ。ビー玉、ビー玉。うわ、やべえ。スライムみたい。うわ、スライムやね。はい、次はですね、はい、こちら卵でございます。スプレーをしたティッシュがございます。ティッシュは無理でしょう。ティッシュ薄いよ。あ、ちなみに賞味期限切れの卵を使っております。せーの、よっ、はい、はい、よいしょ。さあ、さあ、こっからだぞ。さあ、こっから、あ、形全然違くね。あ、そっちさ、染み込んでるじゃん。お、あ、すごいこれ。お、あ、あ、あ、日の丸持ってるみたいな。せーの、はい、わー、無敵。全然余裕。ほら、下、下、塗れてない。色がね、全然ね、平気。うわ、これめちゃくちゃだわこれ。ほら、これ見て、めちゃくちゃだもんこれ。これすごい。はい、続いてはこちら、食パンですね。食パンの上にこちらケチャップを塗ります。さすがに、だって穴開いてるもんパンって、はい、じゃあこれをね、傾けます。と、いきますよ、せーの、はいはいはい、あー、そんなことある？ケチャップどこ？え？うわあ、あああ、やばいやばいやばい、うわ、こんなことある？やっぱケチャップとかさ、はい、洗ったら落ちるっちゃ落ちるじゃん。洗ったら落ちるわな、うん。私今度絵描こうと思って墨汁いっぱい買っちゃってさ、これをさ、真っ白な服とかにさ、やったらどうなるかな。よっち、やってくれないかな。そう言うと思ったよ。おー、白シャツに白ズボン。おー、しかも、うん、今回はですね、はい、はい、こちらに、まあ、スプレー塗っております。で、こっちにスプレー塗っておりません。シャツも同じ。じゃあ、うまくいったら、そう、うまくいったら、あの、オセロみたいになります。はい、最後はね、思いっきり僕に牧場ぶっかけて、最高。はい、というわけで撥水して真っ白、そしてこちら真っ黒になる予定でございます。叫ぶと口の中入るからね。 OK、 3、2、1。なし、こっちがスプレーあり、グレーと黒ってぐらいには違うよね。大惨事だね。顔がね。まあ、さすがに墨汁までは防ぎきれませんでしたが、はい、ウルトラエバードライは最強の撥水スプレーでございます。はい、今回面白い実験になったと思います。はい、それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。またねー、またねー。どうぞ。さあ、よいしょ。おお、全然違うやん。ふっつん、いくよ。はい、背中なんか真っ黒だもんね。ね、あ、すごいすごい。おお、すごい、全然違うわ。やっちゃ、お疲れ。はい、シャワー浴びます。あ、一緒に。